高姫明治13年11月16日は、土佐藩主、山内豊テルの正室。父は、薩摩藩主、島津成尾、母は、正室、渡る姫。豊テルとの間に、男児、林姫、綱姫がいる。養子に、山内豊重。別名に宿姫、島津講師、山内講師がある。陰号は里氏、鏡院。文化十二年に、 江戸高輪の島津江戸屋敷にて誕生した。母、渡る姫は、剣婦人と称されて、薩摩藩の家臣より尊敬されていた。渡る姫は乳母に頼らずに三人の子、成明、斎里氏市、姫に自ら授乳して教育もした。特に娘の孔姫は、家へ嫁に出るものとして甘やかさずに厳しく育てられた。孔姫は母、渡る姫譲りの才能があり、 トヨテルに嫁いでからは、土佐藩の家臣から、県夫人と母同様に称された。トヨテルとの間の産後に男児を出産して、土佐藩や実家の薩摩藩から喜ばれたが、この男児は生後すぐに溶接した。その後も、孔姫はこう産むが、男児を産むことはなかった。海元年7月10日に、トヨテルが死去。孔姫は落職して、里しかがみ院と合した。 土佐藩主は、義定の山内豊子厚,厚氏が継ぐもその年に死去。その後を豊重が継いだ。この際、豊重は、佐藤鏡院の養子となり、藩主となった。豊重は、県婦人の地教院に養育され、後に、数々の名家を残したが、これは、佐藤鏡院の影響が強いと言われている。佐藤鏡院は、豊重の養母として、土佐藩の大隠居。 山内と介と共に、土佐藩政に、多大なる影響を及ぼしたが、幕末には、実家の島津家が、倒幕派、突起先の三内家が砂漠派であったため、佐都市鏡員の立場は複雑であったという。島津家と山内家が、嫌悪状態になると、佐都市鏡員は両家をうまく取り持つなど、土佐藩におけるその存在は重要を増していた。 その頃の江戸は倒幕の機運が高まり、危険な状態であったために、江戸在住の大名の聖母や、祭子などは次々と国元に戻っていったが、佐都市鏡院は、土佐に行くことを拒否してそのまま江戸に泊まり、その後一度も土佐の地を踏むことはなかった。墓所1880年11月16日に東京で死去。墓は東京都品川区東大井4丁目。 大井公園脇の山内下ボ所内にある。ありがとうございます。